チってこんにちはっていう意味なんですよ。もうわかるよね。ポチ。もうえ、もうえ。安心してください。今日もありません。もうええっちゅうね。今日ね、まあいつもラーメンばっかりで食べてますけどね、あの焼きそばラーメン。今日はまあまあ何回かちょっとね、動画でちょっと紹介させていただいてるんですけど、僕もめっちゃ今好きなんですよ。サバ缶。サバ缶。これね、めちゃめちゃ体にいいんすよ。サバ缶って、うん、まあまあまあ大体魚ってね、体にまあいいですからね。カルシウム、カルシウム。この普通の焼きサバに比べてカルシウム、このサバ缶40倍らしいよ。40倍含んでるらしい。含んでるっていうか多いんか。焼きサバに比べて40倍多いサバ缶。まあいいとこばっかりなんでね。まあ国産とかね、海外、輸入物と国産、まあいろいろありますけども、味そんな変わらんと思うんだよね。別にそんなこだわりません。うん。別に輸入であろうと国産。そう、国産にね、越したことないけど。そのことは別に気にしません。うん。まあちょっとこれ食べますんでね。よろしく、お願いしまーす。サバ？おう！さあ、ご飯。ご飯ね、もうサバといえばご飯、もうこれは絶対ですからね。ご飯、ご飯いきますよ。ご飯、そしてマイ冷蔵庫、冷蔵庫の中、これママさんお手製サラダ、これうまいよね。いつもありがとうございます。ドレッシング、ドレッシングね、これドレッシング美味しいよ。これごま、ごまね、ごま、またこれ紹介しますわ。これほんと美味しいから。リンゴ酢入りの炭酸水、まあ、これも僕必需品ですわ。もう健康第一。さあ、含めるよ。豆乳、これでお湯沸かしてご飯食べます。このお前ら入れすぎたかな。もういいわ。タナチャンネル。さあ、もうええやろ。よし、炊きたてご飯、うまそうやね。ご飯、よし、ママさんお手製サラダ、ドレッシングね、ドレッシング。今日のメインディッシュ、サバの味噌煮。うまいよマジでね。ご飯とめっちゃ合うからね。今日ちょっとこれ食べますわ。よーし、食べますよ。サラダ、ママさんお手製サラダ、うまそうやろこれ。もうどうしようか、美味しいよ。ほんと。マジでね。こうかき混ぜ。これね。頼めろ。炊きたてご飯。これも美味しいよ。美味しそう。ちょっとご飯。先にちょっとご飯もらおう。うまいよ。本日のメインディッシュ、サバ缶、サバ缶、これサバ缶。味噌にめちゃめちゃ美味しいからね。うわ、すげえ。全部開けんとくわ。見えるかな。ちょっと汁ちょっと飲む。うまい。ほら、見える？いただくよ。いただきまーす。あとサラダ、サラダ。うん。いや。最高。
かな。最高です。もう最高としか言いようがない。ほんと美味しい。もうサバ缶ご飯最高。カルシウム40倍。まあそんな感じでね、これサバね、これサバちょっと缶かへんやけど、サバあ体にすごくいいんで、もうぜひね食べてみてくださいね。もう何もないけど。まあそんな感じでよろしくお願いしまーす。カルシウム、ハノチャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。